新幹線はやぶさの連結しよう。熱い対決だったよね。ラキューラキューラキューパチパチラキューラキュー何するの。わー、ライトが光るよ。出たドクターイエロー。切り替えるとさらにスピードアップ。ドクターイエローは線路が壊れていないかを点検するための新幹線なんだって。みんな覚えといて。ダメになる。次は来ました、はやぶさ。おメタリックグリーンがかっこいい。はやぶさにもハイのスイッチがあるよ。早い、早すぎる。早すぎて目が回る。クモリン、ほら合体来るよ。カツとの連結も見てみたいな。気を取り直して一緒に走らせてみよう。レールが短すぎてぶつかっちゃいそう。ぶつからずに走らせるにはどうしたらいいかな。もん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 、本当にバナナ好きよね。うわー、クモリンのバナナのせいで脱線しちゃったよ。あれ、でも動いてる。そうか、外側のレールにハヤブサ、内側のレールにドクターイエローを乗せれば。お、僕天才。ダブル運行。クモリン天才です。今のは僕です。そうだそうだ。ではダメ、怒られちゃった。僕は名前も形も色もかっこいいハヤブサが一番好き。僕はバナナみたいに黄色いドクターイエローが一番好きだな。ちょっと待って、ハヤブサがかっこいいと思うお友達はグッドボタン。僕もポチッと。かっこいいと思うお友達はグッドボタン。僕もポチポチ。こうなったら真剣勝負だ。望むところよ。3番勝負で始まった。正々堂々正面勝負。はスピード。1回戦は正々堂々正面衝突。よーい、運動会みたいにワクワクするね。あ、危ない。来るよ来るよ。わードクターイエローの圧勝ですな。いつ見てもドキドキ。ハラハラした。して2回戦は綱引き。紐をテープでぐるぐる巻きにするよ。これも名勝負だったよね。うん、ついてー。よーい、ダン。いけ、頑張れハヤブサ。頑張れ頑張れドクターイエロー。ハヤブサ勝利。勝ちたかったな。僕の勝ち。クモリン悔しいです。最後は、お、来ました。この勝負も熱かった。ここがゴールだね。どっちが早かったっけ。絶対負けられない。勝負を振り返ってみよう。いでよハヤブサ。勝てドクターイエロー。駆け抜けろハヤブサ。ぬぬ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 ぬハヤブサの勝利。クモリン切り替え早っ。細かいことは気にしないもんね。プラレール遊びをしてるのかな。動画で紹介してほしい子はプラレール3本勝負。面白かったね。あっつあつの戦いだった。ねね、今度はあの動画が見たい。また一緒にみんなも見てくれるかな。巾着着着キュッキュッキュー、いろいろ入れたらキュッキュッキュー。出てきてこんにちは。一緒に巾着キュッキュッキュー。
僕たちの巾着が出たよ。夢と希望とバナナを入れて持ち歩こう。今日はこれで遊ぶよ。プラレール、乗車確認、出発進行、丸ごと鉄道体験、 E5 系はやぶさコントロールセット、電車を操縦する職業体験ができるよ。レッツプレイ、出発進行。次は三三駅、三三駅、その駅は通過します。ちょっと、次はバナナ駅、バナナ駅。あ、それは僕が言うの。いいじゃんいいじゃん、スピードアップ。早すぎ早すぎ、そのままはそれピュー。ちょっとちょっと、それじゃあ飛行機じゃん。ずいぶんはちゃめちゃになってるわね。つくも、クモリンが勝手に進めちゃうんだ。だってバナナ駅にも行きたいし、お空も飛びたいんだもん。僕だって三三駅に行きたかったよ。こらこら、喧嘩しないの。これで遊びながら鉄道体験をしてみない？なにこれなにこれ。離れた場所から新幹線や電車を操作してお仕事体験ができるおもちゃなの。楽しそう。それじゃあ早速遊んでみましょう。一緒に遊んでみたい子はグッドボタン。まずはプラレールに新幹線をセット。ここが出発地点で、ここがゴールだね。それじゃあ車掌さんの練習をしてみましょう。新幹線を動かすんだね。うん、それは運転士さんの役目。車掌さんはドアを開け閉めとアナウンスをするのよ。そうなんだ。ドアが開きます。あれ、何にも音が鳴らないよ。まずは列車キーを A にしてからよ。あとそこは操縦レバー、ドアを動かすのはここよ。あ、そっか。開ける、閉める。クモリン逆よ。あれ、ほんとだ。開ける、閉める。間違えないようにしないと。次は出発前にホームのお客様にアナウンスをするわよ。アナウンスマイクを持って20番線からはやぶさ1号新函館北斗駅が発車いたします。次は上野に停まります。ホームのお客様は黄色い線までお下がりください。おー、つくもかっこいい。じゃあ僕がやってみる。20番線からはやぶさ1号新函館北斗行きが発車いたします。次は上野に停まります。ホームのお客様は黄色い線までお下がりください。サンサン上手ね。それじゃあ次は運転士さんの練習。待ってました。ここを動かすんだよね。あ、動いた。目指すはバナナ駅。あれ、止まっちゃった。なんでなんで。今度は早くなった。早すぎてバナナ駅通過しちゃう。いや、今度はバック。もうどうなってるの。クモリンストップ。ここを見ながらレバーを傾けるのよ。まずはゆっくり。新幹線がゆっくり動いた。じゃあレバーを一番下まで下げるわよ。速くなった。一番上にレバーを上げるとバックしてる。レバーを少し下げれば止まれるわよ。もう一回やってみる。まずはゆっくり進むぞ。スピードアップ。あれ、止まっちゃったよ。早くしたいときは一番下まで下げるのよ。あ、そっか。じゃあ次はゆっくり。あれ、バックしちゃってる。どうすればいいんだっけ。ここじゃなくて。クモリン、落ち着いて。間違えちゃっても落ち着いて考えれば大丈夫よ。うん。それじゃあ最後は駅員さんの練習ね。ここのボタンでいろんなアナウンスを流すのよ。出発進行。はっ、びっくりした。それは危険を知らせるボタンよ。出発の合図はここのボタンを押すの。ボタンが鳴った。ホームの確認をするときはこのボタン。かっこいい。このボタンは何かな。押してみて。上野、上野。あ、アナウンスが流れた。
自動放送ボタンよ。覚えることがたくさんあって大変だ。天才くもりんはもう全部覚えました。本当に？それじゃあ次は本番よ。くもりん、協力して新幹線を動かしてみよう。よし、頑張るぞ。二人とも頑張って。まずは出発の合図。ホーム上の確認。出発よし。ホームドアが閉まります。ドア開閉レバーを動かして出発進行。ここまで順調ね。今日も新幹線をご利用いただきありがとうございます。次はバナナ駅。バナナ駅に止まります。ちょっとグモリン、次は上野でしょ。あ、そっか、失礼しました。次は上野。上野に止まります。よし、ここでスピードアップ。ホームにぴったり止められるかな。多分大丈夫だと思う。さあさあ、もうすぐだよ。落とさなかったから通り過ぎちゃった。二人とも落ち着いて、もう一回チャレンジよ。皆様ごめんなさい。もう一度ホームへ向かいます。そのまま動かないで待っててください。今度こそスピードを落として、ここでストップ。あ、少しはみ出してる。正しい位置までバックしよう。よし、これでオッケー。上野、上野です。ご乗車お疲れ様でした。ドアをオープン。ホームドアが開きます。ふう、緊張したけど楽しかった。二人ともお疲れ様。新幹線を動かすのってこんなに大変なんだね。大きくなったら車掌さんになろうかな。他の新幹線や電車と組み合わせても面白いわよ。みんなもプラレール乗車確認、出発進行、丸ごと鉄道体験、 E5 系はやぶさコントロールセットで遊んでみてね。くもり待て。今日は暑いな。お水がもっと。ダンさん、早く追いかけっこしようよ。くもりはお水いいの？お水いらない。ただいま。お腹すいた。夜ご飯食べよう。いただきます。ごちそうさま。さあ、もう遅いから寝よっか。くもりおやすみなさい。おやすみ。全然眠くないの。
なんか背伸びてない？バナナの食べ過ぎかな。もう何くだらないこと言ってるの。私はお使いに行ってくるから、お留守番よろしくね。はーい。なんとかバレなかったね。疲れたよ。とりあえず朝ごはん食べよっか。うん、しっかり食べて元気出そう。あまあまあまあ、野菜はいいや。気分転換にお庭で遊ぼうよ。どうしよう、今日も暑いな。お水飲もう。さんさん、早くボール蹴って。クモリンはお水いらないの？いいから早く遊ぼうよ。わかったよ、行くよ。教えて。昨日はお外で遊んで、ご飯食べて、夜中まで YouTube 見てたよ。そういえばクモリン、遊ぶ時もお水飲まなかったし、お野菜も残してたよね。もうクモリン、お野菜は栄養がたくさんあるんだから、食べないと体が作られないわよ。あま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 あ、それに外は暑くて汗をかくから、こまめにお水を飲まないと体がカラカラに乾いちゃうわ。ごく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 。睡眠もしっかりとらないと。はい、スマホは没収ね。早寝しなさい。さあさあ、預かっておいてね。わかったよ。 YouTube 見たいのに。うーん、でも今日は疲れたから眠いな。むにゃむにゃ。よかった。しっかり食べて、お水も飲んで、規則正しい生活をしましょうね。うん。じゃあ。ん？この声、パンさん？預かったスマホで夜更かししたら、今度は僕が骸骨になっちゃったよ。もう、二人ともスマホ没収。パンさん。いらっしゃいませ。ファミネンドアイスはいかがですか？あれ？つくも何してるの？ファミネンドアイス屋さんをやってるのよ。おいしそう。お一ついかが？欲しい欲しい。僕も。それじゃあ好きなアイスを選んでね。じゃあ僕はこれ。炭酸はバニラアイスね。いろいろあって迷っちゃうな。そんなくもりにはこれがおすすめよ。それは何味なの？チョコバナナよ。まずはバニラアイスから作るわよ。紙粘土に黄色の絵の具を少し混ぜて、ディッシャーに紙粘土を入れたら。もうディッシャーって何なの？丸いアイスの形を作るやつよ。わー、ほんとだ、アイスの形になった。次はコーンを作るわ。画用紙に線を引いて、ハサミで切ったら、コーンの模様を描いて丸めてセロハンテープで貼ったら、コーンの完成。コーンにアイスを乗せて、はい、さあさん。うわー、おいしそう。食べられそうだけど食べちゃダメよ。じゃあ次はチョコバナナアイスを作るわ。お願いします。紙粘土を茶色と黄色にするわよ。2色の紙粘土ができたら、全部混ざらないように優しく混ぜるわ。こんな感じになったら、
ディッシャーで丸い形にしてコーンに乗せたら出来上がり。すごい、簡単にできちゃった。お菓子に箱に画用紙を貼って穴を開けたらアイスを飾ることもできるのよ。かわいい、僕もアイス作りたい。じゃあ私が注文するから二人でアイスを作ってみて。はーい。それじゃあいちご味のアイスとクリームソーダ味のアイスをください。はい、いちごのアイスは黄色。しーちゃん、くもりダメだよ、いちごは赤でしょ。あ、そっか。紙粘土に赤い絵の具を混ぜてこれに入れるんだよね。綺麗に丸くなるかな。できた。次は僕がやる。クリームソーダは緑色かな。あ、そうだ、緑と白の粘土を混ぜたらクリームソーダみたいになるかも。紙粘土が白いから絵の具を混ぜなくてもいいんじゃないかしら。確かに。じゃあ緑色の粘土を作って。紙粘土と混ぜればいいんだね。全部混ざらないようにしないと。こんな感じかな。ここからは僕の出番。丸い形にしちゃいますよ。いい感じ。コーンを作って。あ、そうだ、お絵かきしんちゃん。いいね。アイスを乗せるよ。2つ重ねるの難しいな。ちゃんさん、落とさないようにね。わかった。つくもん、お待たせしました。あ、上手にできたわね。コーンにお絵かきしてみたんだ。かわいいわね。飾ってみましょう。本当にアイス屋さんみたい。簡単に作れるからみんなも真似して作ってみてね。僕バナナ味のアイスも折って作ろう。そうだ、バナナアイス。やばい、やったー、釣れたー。プリル、何してるの。釣りをしてるんだよ。かわいい、プニプニしてる。プニョプニョアクアリウムっておもちゃで海の仲間たちが作れちゃうんだよ。すごい。サンさんとクモリも一緒に作ろうよ。作りたい。僕も。一緒に作ってみたい子はグッドボタン。それじゃあまずはお水の準備から。箱の中に入ってる水槽に 700ml のお水とこの袋を一つ入れて溶けるまでよく混ぜよう。はーい、溶けたよ。それじゃあ早速作っていこう。好きな形を選んでね。じゃあ僕はお魚さんにする。僕はバナナにする。くもり、それはバナナじゃないでしょ。違うの。よく見てごらん。あ、エビさんだった。そうでしょ。そしたら好きな色を型に入れていくよ。じゃあ僕は赤と黄色にしよう。先に型の深くなってる部分に色を入れてね。わかった。黄色を先に入れて目は黒にしよう。その上から赤を入れて。これでいいのかな。大丈夫。じゃあ次は僕、黄色のエビさんにしよう。とやっぱりバナナなんか。どうなるか楽しみ。じゃあ順番にさっきの水槽に入れていくよ。ドキドキする。ゆっくり水の中に入れてね。うん、型をゆっくり揺らしてみて。こんな感じ。わー、浮いてきたよ。ほんとだ。ひっくり返してみて。ちゃんとお魚になってるかな。10分くらいこのままにしたら普通のお水にお引っ越ししてちゃんと固まるまで置いておくよ。じゃあクモリンのバナナエビさんも水槽に入れちゃいます。ゆっくり揺らして型から外してくるん。本当にバナナみたいなエビさんができたね。食べたくなっちゃう。あ、クモリンダメだよ。じゃあ次は好きな形を作ってみよう。
そんなこともできるの？できるよ。水に濡れても大丈夫なものを用意して、上から絵を描いてね。僕、クモリンここ。じゃあ、僕、サンさん。上手に描けるかな。かっこよく描いてよ。わかった。僕も描くよ。あ、色間違えちゃった。まあ、いっか。あらや、こんな色のサンさん初めて見たよ。でもでも、いい感じにできたと思うよ。ほら。ちょっと怖いけど、なんか面白い。でしょでしょ。僕のクモリンはこんな感じだよ。それじゃ、固まったぷにょぷにょにクリップを刺して、割り箸で作った釣り竿で釣りをしよう。やったー。サンさんと僕、どっちがたくさん釣れるか勝負だ。望むところだ。それでは、ぷにょぷにょ釣り、用意スタート。えぇ、ー、パナマエビさん。よクラゲさんゲット。バナナエビさんお願い。やったー、釣れた。いい勝負。今度はカメさん。今度はで、なんじゃこりゃ。それはオットセイだよ。面白い形。ペンギンさん、カニさん、キツネさん。いやー、サメだ。おしまい。たくさん釣れたぞ。数えるよ。僕は4つ釣れたよ。あ、僕も4つだ。ということで、この勝負引き分け。楽しかったね。今度は絶対勝つぞ。そうだ。ぷよぷよ、カモリン。今日のお絵かき。